ここはですね、小田急線の千歳船橋駅です。久々に千歳船に来ました。ここはですね、かつて私がもう20年ぐらい前ですね、学生時代に、まあ、10年以上かな、この千歳船の世田谷の町に住んでまして、ですので非常に親しみのある町でございます。で今ね、小田急線この上高架になって電車上通ってるんですけども、まあ、当時はね、まだ電車も高架になってなくて、小田急は下を走ってました。ですからこの千歳船の駅前に踏切があったんですからね、そんなのも、懐かしく思います。でこの千歳船橋にですね、とっても美味しい立ち食いそばがあるんです。当時からありまして、今も台が変わったけど健在です。でね、やっぱあそこたびたび最近テレビにも紹介されてね、久々にあそこのそば食べたいなと思って、久々に千歳船橋ちょっとこっちの方まで来たんで、降りてみました。あの懐かしの、ね、思い出の立ち食いそば、これからちょっと食べてみようかなと思ってます。ここがですね、私が学生時代から通うお蕎麦屋さん、八丁蕎麦さんですね。前はね、線路脇にあったんですけどね、今いろいろ高架の下とかに落ち着いてますけど、小田急のこの千歳船橋の駅が工事されるたんびにね、ちょくちょく場所は移動していたんですけれども、今はここに落ち着いていると。で台が先代のマスターがやってたんですけど、最近台が変わって2代目の方が今やってるっていうことでございます。たびたびね、夕方のワイドショーなんかでも出たりするのでね、テレビでも最近おなじみになってます。で私ここで一番好きなのはやっぱイカ天なんだけど、ごぼう天も捨てがたいし、春菊天も捨てがたい。あ、でもトッピングできますからね。今日はイカ天とごぼうあたりで行ってみようかなって思ってますよ。Thank you.